今回は、神宮皇后について解説するぜ。一体どんな人物かしら？神宮皇后は第14代天皇中愛天皇の皇后で、沖縄がたらし姫の命という名前があるぜ。ほうほう。中愛天皇は、九州南部の熊祖国との戦いで敗れ急死したため、天皇の意志を継ぎ、皇后が指揮を取り熊祖を征伐したとされるぜ。また九州の大和軍で、たぐらし姫という女王が反乱を起こした際、反乱を制圧したとされるぜ。九州は不安定な時代だったのね。皇后は妊娠しているにもかかわらず、海を渡って白木を攻め勝利し属国にしたとされるぜ。とても武闘派ね。皇位継承問題で、星熊の巫女と争いになり、勝利したんだぜ。また百済の貢ぎ物を白木が奪ったため、白木を再征伐し平定。その後白木が貢ぎ物をしなかったため、カズラキの卒彦に征伐させたんだぜ。戦いに明け暮れているわね。100歳で亡くなったとされ、死後は八幡の神の一柱として、全国の八幡宮で信仰されるようになるんだぜ。